じます。小林さん、今日ははい今日何やるんですか。僕ね、ジャージ着替えてくださいって言われたんですけど、何やってるんですか。今日は得意の e スポーツをやっていただきたいと。 e スポーツ、はい、FIFA ですか。 FIFA を再びやっていただきたいと思います。はい、そしてなんと、はい、今日は、うん、スペシャルゲストを来ていただいてます、はい、紹介していただいてもいいですか。はい、今日のスペシャルゲストは丸山桂里奈さんです。丸山です。こんにちは。初めてのやつだ。初めて出会ったの今。すごいな、やっぱり。いや、今日はね、はい、e スポーツ対決ということで、僕とですね、なんと、もう一人ゲストに、はい、はい、レジーナの。サンフルーツ広島レジーナの上野真美です。上野選手。よろしくお願いします。上野選手です。普段ゲームの方されるんですか。はい、いつもスイッチで今の方をやってます。あ、やってるのだ。はい、やば、やりまくってます。やば、強そう。今日はですね、はい、なんとサンフレッチェ広島 VS ということで、はい、うん、対決をさせていただきますけど。難しいですか、認知。これ普通にやっちゃうと、はい、僕も丸山さんの実力は、はい、少し知ってるんですよ。そうですね。スポーツ対決を、まあ、見たことあるんですけど、すごく PK 対決も含めて下手くそじゃないですか。なかなかボールがゴールの枠に飛ばないっていう。いや、ただ本当に私はもう今はそんな風に思うなよって思うような仕上がりになってますから。早速、はい、対決の方、はい、よろしくお願いします。お願いします。ただですね、はい、多分ね、普通に対決してしまうと、うん、多分サンフレッチェに勝っちゃうんですよね。ちょっとハンデをね、お願いします。いいですか。ちょっと丸山さんに、はい、与えたい。よっしゃ。ロブパスと、はい、あとスルーパス。あ、パスがほぼ使えないです。ショートパスとシュートのみ。逆にいけるんですか。やりましょう。じゃあ、はい、ね、え、コージさんたちはサンフレッチェで、はい、で私は丸山さんはパリサンジェルマン。よっしゃ。知ってます。もちろんパリサンジェルマン知ってます。知ってます、知ってます。パリにあります。キックオフです。あ、え、小林さんボール。はい、ジュビロ磐田で一時代を築いた福西隆さんをお迎えしています。これさ、なんか、あ、これか。これはナイス。いや、リードにできるか。いやー、これくそ。いやー、これ足元しかパス出せない。あ、やばい。どうじゃ。あーうそ。そういうことよね。うわ、これセットプレーやばい。早い早い早い。やばい、めっちゃ早い。やばい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 。ほら、打ったアウト。
PK 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 なんでやっちゃん。すごく PK 対決に組んで下手くそじゃないですか。ボックス内は気をつけないよ。全部タックルしちゃうから。ほらほら、全然ボールがないのにタックルしちゃったから。もうだだだ。すごく PK 対決も含めて下手くそじゃないですか。下手くそじゃないですか。ダメ押しとなる PK。こっちだ。下手くそじゃないですか。今見てた今。ちょうど真ん中蹴るっていう。4対じゃどうですか。残り時間は続いたか、厳しい展開になっています。こんなキーパーで打てる、嘘でしょ。やばいやばい、本当にやばい、ゴリゴリ取って取って、もうやめて、もうやめて、取って、取って、取って、あれ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 あ、ちょっともう本当ふざけて響いてますね。ゲームキーパーとレベルでハーフライン超えて、いやもう勝負に出ないと勝てないで、確かにだいぶ勝負出てますね。これでアディショナルタイムに3分が追加されました。パスで効果的に崩していきます。そうですね、フェンスにマットを絞らせていません。やばいやばい、非常に効果的なパスができていますね。いやー試合終了です。悔しい、これは悔しい。コーチさんでも考えてみたら1-1ですからね、1-1だから。これコーチさんが最初だったらもしかして勝てたかもしれない。いや、言ってもサンフレッチェチームですから。くそー、はい、日ごとにサンフレッチェチームの勝利でした。イエーイ、よかったよ。せっかくなんで、ちょっと罰ゲームの方、はい、まあ、やってもらおうかと思います。はいはい、何ですか。え、何ですか。あの、おでん、初めてかも。おでん好きですよ。おでんめっちゃ好きです、ね、いいですか。はい、逆にこんなの、これがあれなの、罰ゲーム。これを食べてもらうんですけど、はい、まあせっかくなんで、はい、白いのを作ってみようと思います。お口の方に。え、なんで乗せてもらおう。いや、なんで笑ってんの。なんで、ちょっと本当にちゃんとやってくださいよ。からしはお好きですか。好きです、もちろん。からしの方はじゃあ僕がかけてみます。嫌だ、絶対。じゃあちょうど良い感じで。ちょうど良い感じでかけるんで。かけてもいいですか。はい、もちろん。ちゃんと適量かけてくださいね、こういうのは。な、何がお好きですか、おでんの中で。大根。大根ですか。中山さん、ちょっと後ろ見ていただいていいですか。あ、これメガネック。はい、今日。卵。卵って言った方が良かった。そうですね。メガエックさんに、はい、欲しいんですか。そうなんですか。はい、ですので、大根でしたっけ。え、大根でしたよね。いやいや、あの、卵で。じゃあ、普通にしてください、本当に。普通でしょ。本当に普通だよ。ストップって言ってください。はい。ストップ。ストップストップコーチさん、コーチさん。いや、これもうやばいよ。お願いします。美味しかったですか。
美味しかった。美味しかったですね。あ、やってもらった。美味しい出ました。涙目になられてます。本当に美味しかった。暑いし、なんでこんなにサッカー関係者の人がこんな暑いおでん用意できるの。本当にね、それバラエティー関係なのわかるんですけど、なんでこんな暑いの。逆に多分、まあ、すごくないですか。ブチ厚に温められる機会があると思います。そうか、ブチ厚だからね。はい、今回、ご協賛いただいたメガエッグ様、スポーツを通して地元を応援していただいております。概要欄の方にも、ツイッターを載せてますので、フォローの方よろしくお願いします。さて、この e スポーツ対決はどうでした、いかがでした、亀山さん。e スポーツもちろん楽しかったですけど、はい、e スポーツやってたのがもう本当3年ぐらい前のことに感じます。本当最後のおでんで全部とん、記憶が溶けました。美味しかったでしょ、メガエッグは。メガエッグはもちろん美味しかったですけど、なんかもう怖くなっちゃった。もう一回やりたいな、またもし次の機会があれば。そうですね、あの練習を、はい、ぜひやりたいと思います。はい、はい、またやりましょう。お願いします。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。